皆さんおはようございます。春のブルーのね、鈴木忠宏です。これからですね、またウーバーの配達に、朝から行こうというふうに思っているんですけれども、その前にね、ちょっと朝食は、ちょっと抜いていこうかなと思っていて、でその代わりじゃあ何か口にするのかというとですね、ちょっとコーヒー、缶コーヒーと、あと清涼飲料水、ミリュージュソーダというね、ものを飲もうかなと思って、それと飲んでから行こうという、そういう感じですね。で、ほら、僕ちょっと便秘してるんで、そこで出すも出さなきゃいけないんで、昨日便秘薬を飲んで、で夜眠りに落ちました。なので今日多分昼間の時間帯ね、多分便通があるんだろうなとか思いながらいます。はい。でそれが出ればなんていうか気持ちすっきり、顔色もまたちょっと白っぽくなって、また明るくなるのかなっていう、そんな感じがします。はい。でウーバーの配達なんかで現金でね、いくらかいただけたらですね、そのお金でまたコインランドリーで洗濯をしてこようかなとか思ったりしてますね。はい。それにしてもね、そうだ、例えばコロナのね、特設サブっていうのがあるじゃないですか、スマートフォンの LINE のね、ニュースのところで、あれがね、4月26日にですね、廃止されるそうですね。なんか2020年の、6月頃にですね、JAXA っていうところからこう新しく作られたそのタブらしいんですけれども、それがね、ついに4月26日に廃止されます。で、そんな感じで徐々にね、世界が開けていく感じ、見えてきてますので、ワクワクしております。でそれはやっぱり僕自身の変化でもやっぱ対応してるとどっか思いますし、実際本当にね、僕も父親と母親に虐待されたようなそういう形跡からですね、命危なかった時期もあったんで、やっぱり今回一人暮らしをしたということで、なんかやっぱりどっか世界全体がね、なんていうか、前よりかは安心だなっていう、そういうふうに思うような、そういう節があったのかなとか思うんですよね。だからこそそういう特設サブがなくなったりとかしたわけだと思うし、ほら僕なんかもだいぶ病気も前よりかはね、改善したような感じもしますしね。すごく感慨深く思います。はい。だからといってコロナになってる人がじゃあ減ってるかというと、そういうことではないんですけれども、とりあえず前よりか危機的な状況は脱げたんだなっていう、そういう感じがねしますよね。はい。で、そんな感じでね、今日は Uber の配達が終わったら、じゃあ今度は LINE プレイスのプレイ活でまたちょっとね、3日目のツアーもね、また回ってきます。で、有限立川っていうこの町周辺からですね、抜けて違う場所でやりたいっていう、そういう思い、
ふつふつ湧いてくるんですよね。で、自転車で行けるところというと、まあその昭島とか府中とか、なんていうのかな、その他にもまあ近辺ですね、ここら辺4駅、電車で4駅ぐらいのその辺りをうる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 回るような、そういう感じになるんですけれどもね。でもなんていうか、四方八方っていろいろ見ていくと、まだ行けてないところ、例えば長山とかね、ああいうあたりなんかもあるわけで、他にも日野とかね、なんかもうちょっと周りをよく見てね、新規開拓事業をどんどんやってもいいのかなっていう感じがしますね。だからなんか思ってないですよね、その視野がこう狭いと、なんかこれしかないんじゃないかって思っちゃう、そういう不自然があって、だからなんていうか、僕はいやいや、もっといろいろあるよねって思いたいし、なんかそういう世間を舐めたような、そういう感じはなるべく申したくないなと思ってるんで、まあそういうところのプレ活から始まった、そのじゃあ今度はウーバーのそういう活動なんかにもつなげて、ね、新しいエリアに入っていく感覚、そういったものを大事にしていきたいなと思います。はい、それが楽しみで僕はやってますので、はい、ではね、今後もいろんな旅を含めた、活動をしていきますので、よろしくお願いします。はい、ではね、この辺の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。